皆さんこんにちは、サルです。ダイソーのステンレスシェラカップですけど、シェラカップね、久しぶりで噛みます。とうとうね、出揃ったかなっていう感じがしたので、一回まとめておこうかなと思って動画にしました。左から330のステンレスのもので、真ん中が以前出たあの折りたたみ式、これも、容量はね330ぐらいなんですけど、そして右側が今回購入したステンレスシェラカップの 550ml で税込み220円ということで、まあ550で220円ってどういうことっていうね、ちょっと頭おかしい値段じゃないかなっていう気がするんですけど、まあ非常にありがたいですね。喜んで購入させていただきました。はい。で、この550について、まあ初めてね映しますので、簡単にね使用等を確認しますが、まあ相変わらずね、直火は保証できませんよということですね。おそらく大丈夫なんですけどね、まあ自己責任になるということ。そしてジャンコード等もね映しておきますね。まだねお店に入ったばっかりっていうケースが多いと思うので、店頭には出てないことがあると思うんですけど、まあジャンコードを伝えればね、入ってる店だったら出してくれるんじゃないかなと思いますので、あのダイソーアプリなんかでね入荷状況を確認して行かれると確実じゃないかなと思います。で、こんな感じ。はい。まあこの持ち手がね持ちやすいっていうね、スノーピーク風のね持ち手になってるっていうのはね、一つのねこのダイソーシェラカップの特徴で、これはねいいですよ、なかなか。というのも、スノーピーク製のシェラカップって、まあこういうねステンレスのものだったりチタンのものだったりあるんですよね。ステンレスのものとチタンのものとで少しだけねこのハンドルの形って違うんですよ。で、チタンの方がよりグッとこうね曲がってる感じで、よりねこう持ちやすいので、まあ、これは究極にね使いやすいっていうか、軽いしいいなと思います。ちょっと風で飛んじゃうっていうのがね欠点なんです、中に入ってないとね。それからステンレスのやつは重いので風で飛ぶっていうことはないんですけど、この持ち手についてはね、さっきのチタンに比べると少しこう浅いかなと、曲がりの角度がね、そういうやつなんです。ただどっちも非常に持ちやすくってね、これねもう 何年使ってるのかな、覚えてないんですけど、10年以上確実に使ってるんですけど、もう全くね問題なく使い続けることができる一品ですね。はい。それに対してこちらね、持ちやすいですね、なかなかいいと思います。だから550という容量、メモリはね100刻みで400までなんですけど、550は入るサイズで、しかもねこの分厚いステンレスで、で、とってもねきちんとこう持ちやすく工夫されてる、こういうのが220円っていうのはどうなんでしょうね。ちょっとやばいんじゃないかなと思っちゃうんですけど、もうシェラカップ市場をねこれで終わらせてしまうんじゃないかなと思うようなすごいものじゃないかなって私は思います。はい。今までの550っていうと、まあ、私が持ってるものだとこのコールマンのねやつがそうですかね。500までメモリを切ってるので、おそらくね満タンにしたら550ぐらいじゃないかと思うんですけど、これはねシェラカップというよりも、なんていうんですか、ロッキーカップっていうんですかね、形がね下も割と広くって、そこまでねこう斜めになってないようなものなんです。だから吊るして乾かした時にシェラカップほどねこう水切れが良くはないので乾きにくいんですけど、まあ、ただねコールマンのは取っ手が長いので、例えばちょっとね、長めにね加熱したり、焚き火とかシングルバーナーでもね長時間強火で加熱した時なんかは、ここが長いので熱くないっていうね、それは非常に良いメリットなんですよね。まあ、それに比べるとこちらのダイソーのは取っ手が短いのでね、まあ熱くなりやすいかなと。まあ、そもそも直火禁止なんてね何度も言いますけど直火で使うのは想定外なんでね、あくまで自己責任ですけど、まあ、もし直火で使っちゃった場合はね、ここまでかなり熱くなるんじゃないかなというのはね注意点。ただこちらの 330cc のシェラカップの長さに比べるとね随分長いですから、まあ、そのあたりはね配慮して作ってくださってるのかなというふうに思います。
参考までにこの持ち手の部分の長さを測ってみると、こちらのね 330cc のシェラカップだとこのヘリから端までの長さが、大体ですけどね 40mm、まあ、4cm、4cm ちょうどぐらいです。それに対してこちらだと 550ml の方ね、ヘリのところから取っ手の先端までの長さが52mm ありましたので、まあ、そのぐらいねちょっと長くなってるっていうことです。取っ手の長さ以外の部分についても、まあ、参考までに比較してみるとこちらの330の方だと、ここの直径が 12cm ちょうどぐらい、まあ、あくまでざっくりですけど、でそれに対してこちらが14ちょうどぐらいですね、2センチほど広くなります。深さも本当に目分量ですけど、こういうね正確じゃない測り方で恐縮ですけど、まあこちらだと45ミリぐらいの深さ、 4.5 センチですね。それに対して550の方だと 5.5 センチの深さということで、まあ一回りやっぱりね大きくなってる感じです。だからこの底の部分でも330の方は74ミリ5ミリぐらいの直径なんですけど、こちらの場合だと550の方ね86ミリぐらいあるかな、大体ですけどね86ミリぐらいということで、まあ、全体的にね大きくなってるようなサイズ感です。したがって、まあ、こういうねロッキーカップのような形のものを持ってる人だったら、こちらはね上が 12.7mm ぐらい、 12.7cm ぐらいなので、こちらよりも小さいですし、反面ね底面は直径が 98mm ぐらいかな、 9.8cm ぐらいありますから、こちらよりも広いんですよね。はい、という感じで、まあ、形が違うのでね、作りたいものの用途に合わせて、まあ、使いやすい方を使えばいいとは思うんですけど、まあなんせね220円というのは破格なので、試してみたいなって方にとってはちょっと面白い使い方とかできるんじゃないですかね。ちょっと容量についてはね確認してみましょうか。実際に今まで使ってたこのロッキーカップ的なやつ、コールマンの、これで、では、まあ、仮に 500cc 入れてみます。メモリがね正しければの話ですけど、まあ、そのあたり細かいことはちょっと気にせずにやってみますよ。はい、だいたいこれでねメモリのところぴったり500ぐらい今入りました。でこの500を今度はこっちに移してみましょうか。まあ、早く取って取れって話ですけどね、取ってじゃないこのラベルをね、このままいきますね。これメモリ400までしかついてないので、500入れるとどうなるのかってちょっと未知数なんですけど、こぼさないようにやってみます。まあ、こぼれるはずないんですね本来は。結構ギリギリですねこれ。机が完全に水平ではないせいもあると思いますけど、はい、今ね500移したらほぼほぼいっぱいに入りました。まだねこう表面がね盛り上がってるような、その表面張力が効いてるような状況にはなってないんで、もう少し入るので、まあ確かに550なのかもしれませんね、あるいはこのコールマンが少し間違ってるかもしれません。まあいずれにしても550っていうのはねちょっと、うん、もういっぱいかなと、これで沸騰させるのは難しいなっていう、そんな気がしましたので、まあ400までに抑えた方がいいでしょうねこちらのやつはね。ということで新しいダイソーの、シェラカップ 550ml、 これは、実用量は、まあ、満水は550かもしれませんけど、使用する際は400までに抑えた方が無難だと思います。ちょっと気になったのでもう一度戻しますけど、戻す時に水切りとかできるかな。これちょっと満タン入りすぎてるんでね、あけど結構いけますね。あ、そんな難しくないですね。この水切り口がついてるわけじゃないんでね、難しいかなと思ったけど、まあ、やっぱ斜めが角度がついてるのでね、それなりに水は切りやすかったです。
で今500ぴったりこちらではね入ってる状況です。ちなみにね、私が持ってるもう一つのそのこれチタン製のね、なんか昔のね FGS っていう会社の、まあ、これも折りたたみ式のなんていうの、そのロッキーカップなんですけど、こちらは確か400だったかな。そうですね、これも500はちょっとギリギリ入るか入らないかですね。だからまあそういったサイズ感の、シェラカップってね結構あると思うんですけど、だいたい2000円前後するんですよね。これが2000数百円だったと思うし、こういうね同じような形をしたシェラカップっていうと、私が知ってるのだとね、チャムスとかあとキャプテンスタグがあるんですけど、あれもね1800円から2500円ぐらいの間だったと思います、実売価格で。だからそう考えるとやっぱりね220円っていうのがあまりにも衝撃的すぎてね、ちょっともう他の要素どうでもよくなるぐらいね、これはすごいなっていう、まあ、コスパのもう鬼ですね。例えばゆで卵を作ろうかななんて思った時の話ですけど、この今までのね330よくあるタイプのものだったら、まあ、せいぜいね2個、これ卵の大きさにもよりますけどね、2個ぐらいが限界かなっていうね、2個入れると蓋がねちょっとギリギリ閉まるかどうかっていうぐらいの状況になるかと思います。蓋ってこんなやつね、リッドっていうんですか、これ2個でもちょっとね蓋閉まんないねっていう状況です。ただこちら 550ml の方になると2個だったら余裕ですね。もうちょっといけるかな、3個、はい、3個入れてもね結構余裕なので、まあ、今までの蓋は使えません、ちっちゃいのでね、こんな状態ですけど、まあ、蒸気をね逃がさないためにというか加熱をね早めるためにっていうので使う分にはいいと思うんですけど、まあ楽に入りますね。4個は卵の向きを変えてやれば、あ、いけますね、あ、いけますね。4個でも、まあ、若干上に飛び出すんでね、ぎっちり浸かることは難しいですけど、まあ、ゆで卵を作るときにねたくさん作れますね。ちなみにこういうロッキーカップ型のものであれば4個はね結構楽なんです、こんな感じね、はい、だからそういう意味ではねこういう形状ってやっぱ便利は便利なんですけど、これでもね4個いけましたので、まあ、そういう意味ではねゆで卵をちょっとたくさん作っておこうなんていう時でもね普段使いなんかもしやすいと言ってもいいんじゃないですかね、はい、そういうシェラカップになります。で話が前後しちゃいますが、この330だったら一般的なねこのシェラカップの蓋がぴったり収まるのでね、ちょうどいい使い方ができるんですけど、こちらだとね厳しいです、ね、明らかに足りないですね、はい、ロッキーカップだとまあぴったりじゃないけどね割と使えるんですね、蒸気をね抑えて中を早く沸騰させるっていうね、まあ、そういう意味ではこれはやっぱ便利は便利、ただ、こっちの場合は大きいのでね難しいですね。で重ねる場合もこんな風になっちゃうのでね、なんか遊びが大きいというかグラグラするというかあまり気持ちよくは重なりませんね。同じねこの550を2つだったらもちろんぴったり重なりますのでね、取っ手のとこはもちろんつきませんけど、まあ、こういう形で、いっぺんに重ねて、持ち運ぶっていうことは可能です。持ち運ぶ時にも今までのようなシェラカップケースではねちょっと厳しいかな、はい、キャンドゥでね売ってるこれ好きなんですけど、シェラカップ用のクッションケースっていうやつ、伸びるやつね、なんかゴム素材系っぽいやつで、これは今までのやつだとねこんな感じでぴったり収まります、もう言うまでもないですね。ただこういう折りたたみ式のやつだったら、曲げてこちらの上に重ねてで入れるというふうにすればぴったりと、はい、こんな感じでね収納して持ち運べる。でその点こちらの大きい方ね550のやつもここには同じように入らないですね
まあ無理やり無理やりやればね入るかもしれませんけど、まあやりたくない感じです。だから大きめのものを使うか、あるいは全然違うようなこういうなんか網状のカバーだけど、これも普通のシェラカップ用なんで無理ですかね。あ、入るか。まあまあまあこんな感じでね、ちょっとこう開いちゃってるけど、普通のシェラカップ用の網状のケースだったり、あるいはねもう少し大きなこういうね、専用ケース、これはもともとこっちを入れたような大きなやつなので、全然入ると思います。キャプテンスタグ用のやつ、これも全く問題ないですね。こういう感じでね、はい、まあ楽勝です。だから大きめのシェラカップケースが必要になるということは言えますけどね、まあ、そういうことも含めて検討していただいたらいいかなと。当然このステンレスのシェラザルですかね、こちらも330のやつだったらほぼほぼ使えるので、まあ、卵をね茹でたり、まあ茹でた後割った殻をこっちに入れたりね、まあそういう使い方ができたんですけど、こっちだとこんな感じ、まあ使えなくないけどぴったりじゃないので、まあ気持ち悪いかなっていうね、余裕があると言えばいいんですけどね、ちょっと聞こえはいいですけど、ぴったりではない感じですね。はい、ちなみにねこれもこういうロッキー型だったらほぼほぼ入るんですね。ちょっと下が浮いてるけどね。だからねやっぱ好き嫌いがありますよね。大きいシェラカップはこういうね普通のシェラカップを大きくしたものにするかロッキー型にするかっていうところでね、まあ好き嫌いは分かれるかもしれませんね。220円で売ってないからね、こっちこういう普通のはね、まあ、そういうところはね大きな違いです。コスパと機能と考えてね、まあ、ベストなものを選ぶっていうのがいいんでしょうね。まあけどコスパ考えるとこれに勝てるものないんでね、それはちょっとねすごいですよね。写真だとカレーを持ってます。これお皿として使うっていう前提の写真だと思うので、まあ、ご飯とカレーということですよね。はい、あとですね、せっかく買ったんで、まあ、ついで紹介でね恐縮ですけど、これ、今回ダイソーで買った真空二重ステンレス缶ホルダー 500ml 缶対応ということで、真空のねこういうシールが貼ってます。はい、説明書もね書いてて、この辺り省略しますけど、まあ内側と外側の間に真空断熱構造なので、まあ非常にね保冷力高いんじゃないかと。以前ダイソーで買ったこれですね、これもね真空なんです。でとってもいいんです。で私サーモスも持ってるんですけど、はっきり言ってね中の保冷力はあんまり変わらないかなって怒られると思うんですけど、値段の割にはねこっちものすごく優秀です。ただまあサーモスの方はね直接飲み物入れて、で氷とかも入れてこうごくごく飲めるんでね、こう穴が開いた蓋がついてるので、まあ、そういう点ねやっぱりいいなっていうか、いいものはいいんですよね。ただ保冷力自体はねこれでも十分だったんですけど、こういう短いペットボトルとか入れるときはね、あるいは缶、普通の350缶のときはいいんですけど、例えばこういう500のときはこうなっちゃって、まあ3分の1ぐらい出てるんですよね。だからやっぱりぬるくなりやすい。だからねこういう長いのが欲しいなと思ってたんですね。はい、なんかデザインが違いますね。なんかこうまっすぐのやつとこうデコボコのやつとねあって、このデコボコのやつが新しいんですかね。ちょっと持ちやすいというか、まあこちらに比べるとね少しこうデザインを考えてくれてる、持ちやすさを考えてくれてるっていうのも改善点じゃないですかね。でこれだとほらここまで入るのでいいなっていうことです。だからこれを使ってねこの後の動画を撮ろうと、ついでにっていうとまたこれも恐縮だけど、
セリアでね売ってるこのステンレス冷麺鉢っていうんですかね、エコー商事さんの商品です。これねいいんですよ。110円です。今までねダブルウォールで、ちょっといいやつはダイソーとかでもあったと思うんですね。こういうラーメンとか丼碗というかね、でダブルウォールなので中に熱いもの入れても外を持って熱くならないっていうね。ただこれもっとシンプルでもう完全なシングルウォール、だからね一切気を使わない使い方ができるので、例えばシェラカップで、調理するものよりももう少し大きなものを調理したいとき、まあ、直火ダメって書いてるんであれですけど、でそれよりもさらにっていうときにはこういうものも使えるんではないかなと私は思ってます。まあこれはね面白いので今度ここにね持ち手でもつけて実際に、ラーメンをね保温しながら食べるなんていうこともねやってみたいなと思ってますので、まあこれも本当は今日やろうと思ったんですけど、次回にしますね。はい、ということで、今回は、メインはシェラカップの 550ml、なんと220円で出ましたよと。結構ね分厚いステンレスなので、まあ、こちらと同じ材質使ってると思うんですけどね、こちらの折りたたみ式のはね結構薄いので、これはね本当にね加熱するといろんな問題が起きます。まあ自己責任でやってるんでね、ガンガン使い倒せるっていう、まあその安さがねいいと思うんですけど、まあ、ここもね飲み口作ってねちょっとペンチで曲げてるんで水切りもしやすい。ただね使っていくうちに薄いので、わかります？はいはい、というねことはこれは起きます。起きない個体もあります。まあたまたまね加熱の仕方にもよります。ただまあねこういう壊れ方はするんです。スポット溶接が外れることは、ね、今まで一度もないです。複数やってますけどね。だから溶接が弱くはないっていうのは私のまあ実感ですけどね、それ分かんないですよ。そんな耐久テストをきちんとね必要な回数やってるとかじゃないんでね、分かんないんですけど、まあ、これに比べたらね結構分厚いステンレスを使ってるんで、まあこれは多分ねいけるんじゃないかなと思ってるんですよね。まあそれね次回やってみます。おそらく私の動画見てくださってる方はその点ね興味持ってくださってる方が多いんじゃないかなと思いますので、期待には応えたいというところからね、次回これで加熱料理をやっているところを移します。はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画ね何かの参考になったないいなという方はね、グッドボタンと高評価ボタンもよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ダイソーアプリ便利なんでね、ぜひ使ってみてください。あれはね本当にどこのお店に何があるっていうのがねリアルタイムに分かりますので、ぜひ、ご利用ください。はい、じゃあさようなら。